開かないよ、はあ、熱い熱いしか言っとらん。これ開け方合ってるのかな。いやでもこれ以外に開き方ないしな。でね、めっちゃ暑いもん。こうなってるんだけどさ、ここ絶対開けるとこだよね。あ、壊れたら壊れたじゃない。ここ別になくてもさ、開かないじゃん。ドライバーが必要となりますって書いてある。そりゃあかんわ。プラスドライバーなんて。はあ、諦めよう。暑い。暑いよ。めっちゃちっちゃい、めっちゃ本当にね、めっちゃちっちゃいネジでした。前髪中もう暑いですね。本当に夏ですよ。梅雨明けたんだっけ。なんで明けたの。明けていいんだけど。暑いじゃん。つやけました。そうなんだ。明日も暑いの。明日も暑いのか。多分ね、クラリネットの中にマイナスドライバーが入ってるから、ワンチャンそれで開けれる。暑いの苦手。暑いと暑いしか言えんくなる。暑いですね。アイスね、食べたいね。僕は眠い見えます。うわ、マウント取られた。
お腹が鳴った。ギュルギュルギュル。タオリンは酒飲めない。飲めなくはないけど、飲まないかも。あんまりね、なんか飲みたいってならん。苦いから。うん、ご飯食べてきた直後だからかな。ギョロギョロギョロ。家族も飲まないかな。本当に飲まないよみんな。飲まない飲まない。チーズ涼しくするためにアイスくれたの。かわいい。暑い。まだ暑い。禁酒中。へえ。でも適度なお酒はいいって言いますからね。適度ないいんだよみんな。まだ見てないですか？ Yours。 かおちゃんお酒飲まん。本当にね、うーん、1年に1回飲むか飲まんかくらい。全然飲まない。湿度ね、70%。僕の気持ちの 100%。 あー、ゴムがいっぱい。消えた。あったあったあった。高い、湿度高いよ。ジメジメしてる。ジメ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 してる。もうご飯食べたよ。あと裏入って寝るだけ。眠い。うん、明日公演です。明日公演したら一瞬落ち着く。そう、はたばんさんの生誕祭だから12時になったら送らんといか。いつもちゃっかり送ってるから。ひー、そう、なんか最近本当に目覚ましをかけずにずっと寝るっていうことをしてないから、明日の公演が終わったらそれができる。19日が本当にいつぶりだろう。
まあ、めちゃめちゃ久しぶりのお休みなので目覚ましかけずに寝る。ね、睡眠ほんと大事だと思う。かほちゃんにおすすめの映画があるよ、キャラクターで。それがなんと、もう見ました。もう見たんですよ、キャラクター。内容はね、あんまりね覚えてないんだけどね、日本って感じでしたね。休みの日はね、寝たい派、ぐっすり寝たい、ぐっすり寝たい人。もう見たよ、キャラクターとクワイエットプレイス2見ました。もう見ました。DVD みたいな感じに寝てる。すやすや。明日5時間やんだっけ。そっか、5時間やんだ。9月にソウの新作の映画。ソウはね、あんまりね怖くないんだよね。ネガが天使の冬。本当に？まだ開封しておりません。お。か、あんまね自分のネガを好きじゃないの。新幹線列島半島？まあ見てないの、まだ見たい。見たいけど。ゆっくりちゃんと見たいから、今はねあれを、真夏の心霊映像、14日にあったやつをね見てます。少しずつ。ファブル、ファブル、なんだっけ、ヤクザだっけ。ファブルも面白そう。 DVD プレイヤーのリモコンが見つかりません。ああ、パソコンで見よう。殺し屋か。前にも話した、なんかこんな感じの話。お渡し会行ってみようかなと。おお、ぜひお待ちしてます。そら、そらしろ？空白？ドントブリーズ。そうなんだ。なんかもう静かにしたい系だね。クワイエットプレイスとドントブリーズが、ドントブリーズのせいかな。お姉ちゃんにね、クワイエットプリースって言われて、静か、静かにしてちょうだいってことって思って。クワイエットプリー、プリー、プリーズ？クワイエットプリーズって、なんか、クワイエットプリーズの位置を見たって言われて。いや、プレイスねって。2回ぐらい言った。静かにしてちょうだい。混ざってるのかな。そう、ドントブリーズ。でもブリーズ息だしね、息するなってことだから、違うっちゃ違うんよ。あ、三角窓の外側は的。いい、ちょっとカタカタな、ちょっと気になってる。ネットフリにあるよね確か、見たい。ちょっと最近忙しすぎて
見れんかったから見るよ。三角窓の底と外は夜。いいですよね、キャストもすごいですよね、いいですよね。ネットフリでおすすめなのはやっぱり新幹線半島。新幹線を見てからソウルステーションパンデミックを見て、逆のわけかな、ソウルステーションパンデミックを見てから新幹線を見て、その後新幹線半島を見てください。全部あれです、関係性があるので。夏への扉、感動系ですか？新幹線半島、そうそうそう、韓国のほらゾンビ映画なので見やすいと思う。比較的感染系好きですね。すごい好き。エイリンからスプラッターすぎて、あ、流れてっちゃった。スプラッターすぎて公開企画が降りず。あ、そうなの、なんだろう。感動系でおすすめ、なんだろう、感動系はね、動物系に弱いから、クイールとかめっちゃうるい、クイールとか、あとキツネのやつ、キツネのやつはね感動したね。なんだっけ、3文字キツネだっけ、うん、キツネだった気がする。3文字の、昔、だいぶ昔に見た。あー、すごいフリックの音。あ、こげつね、ヘレン。2006年だって。もう超感動する。超感動した。あとマリと5匹の子犬もう感動するめっちゃ昔のやつしかなかほう、あんまね感動系をね、もう泣いちゃうからあんまりね見ないんだでも好き。動物系の感動系はいかんよね、はーってなるよね あとね、学校でね命の朝顔っていうのはね見たんだけど、これもすごいね感動する。あ、マリと子犬の物語か、あれ、星になった少年、いやー辛そう、感動しちゃいます、そういうの見ると。だからあんまり見ないです。はあってなるでしょ。そういうのはやっぱ一人で見たよね、一人で感動したい。君の膵臓を食べたい、見た。あと君は月夜に光り輝くだっけ、もう見たよ。意外とね、そういう系も見てる。うん、気になったら割と見ちゃうかな。あればだけど、見れる環境にそれがあればだけどね。今日ね、やっぱ服にすごい、服
服すごい言われますね。あんま着ないからかなんか。感動することが少ない。あ、そう。でも確かにあんまりないよね、普通にさ生きててさ、はーってなることあんまりないよね。僕は明日昨日の君となんだ恋をするかな。記憶がなくなっちゃうやつですか。一日見たことあると思う。見ても忘れるの。めちゃくちゃ怖い心霊道具とか見つからなくて混んでる。ゾゾゾさんはねいいですよ、好きで見てる YouTuber さんなんですけど、セカンドシーズンが終わっちゃって今更新してないんですけど全部見ました。更新されるたびに見てた。喉が。私の頭の中の消しゴム、韓国のやつですか。韓国のやつかな、見たかも、見たことあると思う。竜とそばかすの姫は見てみたい。カホもだってカホさんがやってるから。カホさんがピンクの声優さんやってるから。あ、頭の中の消しゴム、私の頭の中の消しゴムは見た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 気がする。ガリレオは昔見てましたね。にゃー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 の方ね。あ、そう、中村かわさんが声優さん、多分歌手アーティストさんソロの歌う方なんですけど、めっちゃ出てきます。かほちゃんで検索すると。あと小泉よしおさん。サマーウォーズ、サマーウォーズをねあんまりねあれなんですよね。そう、でも竜とそばかすの姫はすごく気になるね、めっちゃ見かけるから。世界の中心で愛を叫ぶですか。長澤まさみさんの方は見た。時をかける少女は好きです。私もアニメの方だけど、意外とねいろいろ見てるんだよ。ホラーだけ特化してるように見えるけど割とすっごい見てると思う、と思わない。綾瀬はるかさん、なんか2種類あるよね。世界の中心で愛を叫ぶ、ちょっと時差があって何の話してるかわかんない、みんなが。忘れちゃうからすぐ。何に対して思ったって言ってるんだろう。カホがいろいろ見てるってこと。何の話してるのみんなねえ。なんでカホの知らない話をみんなでしてるの。
私をスキーに連れてって見たことないですね。連ドラと映画、あ、なるほどね。見る時間ないって思ってた。顔ね、結構見るのよ。メイクしながら見たり、ドライヤーしながら見たりしてたから、結構見る。逆にね、バラエティとかは見ないの。テレビとか連ドラをね、あんまり見なくなったかな。舞台はあんまり見ないかも。恋空とか赤い糸、そうですね、赤い糸366日小5とか小6だったもん。カホ、お笑いをねあんまり見ないんですよ。だからね、そうそうなの、あんまり見て笑わないんだ何で笑っとるんだって感じですよね。いつもそんだけ笑ってて何を見て笑ってんだろう1リットルの涙とか見てました。だからね、豊かが丘だっけ、で東だっけ、行きたいって思ってたね。高校出てる高校がそう豊橋の高校で、その時はそこに行きたい、東か、思ってましたね。膝しまった出てきた。キングダム、映画館に行くのはホラー映画だけって決めてるのでキャラクターは見たんだけど、ホラー系、ホラー系サスペンスだけって決めてるので、そんな感じです。DVD 借りてとか、あのそのなんだろう、サブスクっていうのではいろいろ見るんですけど、ヒロアカ映画館で見ないかも見ないかも。誰かに誘われたら、行かないかも平垢でしょ。だってゆずさんに羊のショーン見たいって言われたけど行かなかったもんか。ほちょっと羊のショーンはちょっと、ちょっとかほ、ショーンよりゆずさん見ちゃうと思っていい、ちょっと行けんかった。一緒にファーストラブ、何かに送りつけといてくださいすぐ忘れちゃうから。イットですら怖かった。本当にプカプカ浮かぼう、プカプカ浮かぼう。何かざっくりしてる、その辺はもう。10月に資料館のさ、もう最近の資料館ってあんま怖くないよね。なんか頻度が高いのはありがたいんですけど、
あ、でもそっか、2019年ぐらいか。そう、最近あんまりね、おーこれいいってなるホラー映画にあんまり出会えてなくて、あれだよね、アナベルの資料博物館みたいなやつ、あれを 4DX で朝一から見に行ったんですけど、ちょっと違ったんだよね。そう、朝一にののちゃんを誘って一緒に 4DX で見たんですけど、もう本当に全然揺れなくて、えみたいな。あ、もう全然揺れなかった。映画館の 4DX はちょっと違いますね。おすすめ？おすすめか。あんまりないかもしれない。あんまりっていうか、最近は本当にもうなんか当たりに出会ってないかも。見すぎて多分ないのよ。エヴァンゲリオンは揺れたの。あれ見てよ、ハリポタの賢者の石のは 4DX で見たけど、あんま記憶ない。多分揺れたんだけど、割とあんま記憶ない。インシディアスって答えますね。インシディアスはだって友達のお家で見た時に感動したから、何この映画いいって思って、友達と借りて友達のお家で見たんですけど、友達が寝てからカホはもう一回見たからね。友達が寝たから暇だなと思って吹き替えで見てから字幕で見ました。友達の家で友達の家のテレビ勝手に使ってみるっていうね。そう、序章かな、それが。そう、友達が先に寝落ちしたの。顔はもうあんま寝る気しなかったから見てた。序章が一番いいよね。インシディアスもね、ちょっと続きすぎてうーんっていう部分あるから、やっぱ序章が一番おすすめです。ミッドサマーね見たけどね、ミッドサマーもねちょっとよく分かんなかったかな。なんかもうちょっとはっきりしてほしいよね。寝ちゃったし、途中で。リトルジョーとミッドサマーはもう眠くなった。ムカデ人間はねまだね見てないですね。吹き替え派です、ながら見なので。本当に怖いのが好きな方はあの YouTuber のゾゾゾさんを見てください。ゾゾゾ、そのゾゾゾのカメラマンさんが割となんか容赦なくて好きです。リトルジョーはちょっと違ったね。心霊スポット系です。
あそこまでね入り込む、なんか手際が良くて、あそこまで入り込むYouTuberさんってあんまいないイメージだったから、しかもうるさくないの、そんなにキャーみたいな、わーみたいな、それがいいです。すごい見ちゃう、チャンネル3つぐらいあるんですけど、見てる、全部見てるシックスセンスは見てないですね、ちょっと気になるけど。うん、心霊系だったら一番好きです。うん、なんか心霊系はね、あのね、怒る人と騒ぐ人がいるとあんまり見ないんですけど、そう、静かになんかやってるのがいいですね。エスケープルーム?なんか聞いたことある、見てるかな、見てないかも、多分名前をあれしてないから。あー、エスケープってなっちゃった。エスケープ、見てないかも。2020年、去年なんだ。そう、怒る人と騒ぐ人はね、ダメダメです。ながらみで頭に入る、大事なところは巻き戻すんねうん、分かんなくなったらまたそこから見たりとかする。エスターのあれやるの、あ、なんかあったね、やるねみたいな話題ね、あったよね。いや、でもなんだろう、知り合いが騒いでる分にはまあいいんですけど、知らない人が騒いでるとちょっといいかなって思ううん、ちょっとなーって、まあ、そんないないですけどね。でもそのやっぱ YouTube とかで心霊とかを見てた時に、うん、騒ぐことってそんなないけど、うん、その配信者さんのなんだろう、進め方とかも結構気になったりするじゃないですか。だからね、そう、あ、すごい見やすいです。ゾゾゾさんはすごく合ってる。うん、全然一人で行けちゃう、心霊というかホラー映画見に行ったりとかは全然できる。信じるかどうかはあなた次第ですって終わり方ムカつくわかるわかるわかる、ムカつくまではいかないけど、うーん、それいるって思うかも。それ書かなくてもそうじゃんみたいなうん、落ちなかったんかって思うかも。長尾さんテンション好きだな本当かも、好き、落合さんも好きです、ゾゾゾゾゾゾさんなんですけど、皆さん好きですね。 UFO はねあんまり信じないですね。ユーマ系はねあんまり見ないかも。
最後に、なんだ、異世界に行くサスペンス。なんか最後の5分でどんでん返しとかもあんまり好きじゃない。今まで見てたの何だったのってなるじゃん私は何を見てたの、まあ、それがいいんだろうけど、それがあってこそのラスト5分でしょだけどそれならかラスト5分でいいなって思っちゃうタイプなのよ。なんかなんかね、そう、結論って結果を求めちゃうタイプ。わかりますか？サイレンってゲーム？なんかやったことある気がする。ゲームね、なんかね、あれなのよ、操作ができないからやれないの。そう、あのね、お笑いもね、でもなんだろう、見てて面白いなって思う人います。かまいたちさんとか、なんかもう話してることが面白い人なんだろうなんだろうね、わかんないけど、じわじわ来る人は好きですそうだから私が何をやったら面白いのかとか全然わかんないの。村系はね、あんまりね、刺さんなかったかも。かほ、じわる人好き面白いじゃん、一緒にいて。カホもたまになんか自分でじわったりするから、なんかじわじわすることは楽しいなって思うあんま見ないけど、うん、狙われるとダメだよね。これをなんか、うん、難しいよね。かほちゃん、面白い人が好きなの。面白い人好き。面白い人というか自分とちょっと似たツボ、笑いのツボというか、うん、そう、面白いと思ってやられてるとちょっと違うなって思っちゃうけど、なんかさりげなくやったことが面白いとかは好きです。待って、かおちゃんに話したら滑りまくったって。うどう嘘嘘。だからね、かおはね、意外と芸人さんが漫才をしてるとかよりもアイドルとか、アイドル、アーティストさんとかが
そのライブ中の MC とかで話してるちょっと面白い話、なんかその和気あいあいと話してるじわる話とかの方が好きだったりする。そういうなんか軽いノリでふざけてたりとか、ふざけすぎて面白くなっちゃったとかの方が好きですね。そうだから大岡さんとふざけたりとかするのが好きなんだと思う。そうチーム E でふざけたりとかそういうのは結構好きです。なんかその場のノリでやってたらみたいな分からんけど、うん、作り上げてないのが好きですね。ということでランキングを読みますランキング1位ありがとうございます2位ありがとうございます。3位ありがとうございます。4位ありがとうございます。5位ありがとうございます。6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。8位ありがとうございます。9位ありがとうございます。10位ありがとうございます。11位ありがとうございます。12位ありがとうございます。13位ありがとうございますありがとうございました。あ、変わった。13位にもう顔が今渋滞してた。ありがとうございます顔が今渋滞してたね。帰りました。大丈夫ありがとうございました。明日は応援してくるよ。髪型何にしようかな。おやすみ。眠たい。バイバイ。髪型どうしようかな。